方納得相談のコーナーです。このコーナーでは症状に合う漢方薬と処方などについてお伝えしていきます。今日も一心堂薬局の荻秀幸さんを迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のテーマなんですけれども、循環器の疾患、こちらですね、はい、これでお送りしていきます。はい、循環器と言いますとね、やっぱまあ血液とかなんかこうね、血管とかがね、はい、関わってきそうな感じなんですが、そうですよね、実際どういった疾患が多いでしょうか。はい、まずこちらをですねご覧いただきたいと思うんですけども、まあ、循環器の主な疾患といいますと、まあ、ご覧いただいてますように高血圧、あ、動脈硬化症、あと不整脈、心筋梗塞、まあ、心不全、まあ、心臓の病気ですね。じゃあ、あと脳梗塞、あと手足の先のしびれ、痛み、まあ末梢のですね、まあ、循環不全と、まあ、こういうようなものが、まあ、循環器の主な疾患と言われているわけですね。はい、結構ね、はい、重大な、ね、ものもありますから ね、はい、でいろいろあるということなんですけれども、一心堂薬局さんにはどんな相談が多いですか。はい、これをちょっとまとめてみました。特にですね、相談の多いものなんですけども、やはり高血圧の、不整脈、動脈硬化症、手足の先のしびれ、痛み、あと心筋梗塞、まあ、血栓症、このようなお悩みでご相談いただく方の、まあ、数が多いんですね。はい、では今日はこの中でも多いという高血圧について、はい、はい、症例と改善例ご紹介をお願いいたします。はい、了解しました。まずこちらの方はですね、血圧が高く、コレステロールも高いということで、血圧の方がですね、まあ、160の、まあ、上の血圧に対して、まあ、下のが、92、まあ、非常にこう血圧の方としても高いということなんですね。であと、病院ではですね、動脈硬化症とも言われているということで、まあ、ご相談いただいた方の症例なんです。で、具体的な自覚症状をお話しますと、この方後頭部やこめかみのあたりがこう締め付けられるような感じがすると、で頭が重たくてですね、時々頭痛を起こす、あと肩こりがひどいんですね。であとめまいを起こすことは時々あるということで、あとサブ的な分の中では肝機能が低下したり前立腺肥大症でというお話もあった方の症例なんです。はい、ではこちらの方どのような漢方薬をお勧めしたんでしょうか。はい、こちらの超糖酸というお薬をまず服用していただきまして、この、内容がですね、超糖鉱、石膏、伏量、半下、防風、菊花、人参、爆門堂、陳皮、消去、甘土、こういうふうな生薬で構成された処方なんですね。はい、であともう一つですね、この方に龍慶というものを、まあ、併用していただいたんです。はい、でこの龍慶というのは薬用ミミズから抽出したルングロキナーゼという酵素がですね入ってるものなんですね。ん、はい、薬用、はい、薬用ミミズ、まあ、漢方では地竜というふうにこう地面の、まあ、竜というふうに書くんですけど、生きてるうにょうにょのミミズですよね。そうです、この薬用ミミズから抽出した酵素が入ってるんですね。はい、体にいいんですね。はい、でこれが宮崎医科大をはじめ、まあ、いろんな大学でですね、このルンブロキナーゼという酵素が、まあ、要は血栓を溶かすという、こう学会でも発表されたりなんかして、まあ、データが出てるんですけども、まあ、そういうふうな、はい、ものなんですね。はい、では改善例見ていきましょう。はい、この併用した結果ですね、まず2ヶ月経った時点でのコメントなんですが、まず肩こりが楽になってきたと、で後頭部のですね締め付け感も楽になってきましたというのがこの2ヶ月のコメントなんです。で4ヶ月経過した時点ではコレステロールの値が下がってきて、血圧もですねなんと上が140の下が88まで下がったということなんですね。で6ヶ月経過した時点では後頭部やこめかみの締め付け感で悩むことがなくなってですね、血圧、コレステロールの値もさらにこう下がって落ち着いていると。で11ヶ月経った時点でのコメントですけども、血圧やコレステロールの値は正常値内にこう入りましてですね、安定しますと。でその他の症状も改善、体調がいいという、まあ、コメントをいただいている方の症例なんですね。はい、よかったですね。はい、そして今日はもう一症例ご紹介いただけるということで、荻さんお願いします。はい、こちらの方もですね血圧が高いということで、この方は170から180の上の血圧に対して下が100と、あとこの方はですね脳梗塞を以前に起こしたことがあるということで、でこの方のまあ自覚症状なんですが、まず頭が重たくてですねぼーっとすることが多いと、で肩こり、首筋のこりが強い、であと便秘症でですね薬でこう
排便している状態なんですと。で薬を服用しないと、まあ、1週間くらい、まあ、出ないと。であと脳梗塞をですね起こしてから言葉が喋りづらいし右手が動かしづらいと。で耳鳴りが常にこう右耳で鳴ってるというコメントをいただいた方の症例なんですね。はい、ではこちらの方、はい、どのような漢方薬をお勧めしたんでしょうか。はい、まずあの漢方処方としましてはこの防風通称酸というお薬を、服用していただきまして、この防風通称酸の中身が今ご覧いただいているような生薬で構成された処方なんですね。はい、であとこの方もですねやはりその動脈、脳梗塞を起こされたりなんかしてますんで同じ流血というものを併用していただきましたし、あともう一つ血流を良くする改善していく意味でこの賢樹というものをですね、服用していただきました。はい、では改善例見ていきましょう。はい、1ヶ月経った時点でのコメントがですね、まずあの便通が改善してお腹がすっきりして気分がいいと。で1ヶ月半経った時点でのコメントがですね、頭がぼーっとすることがなくなった。3ヶ月経過した時点ではですね、肩こりや首筋の凝りが楽になったと。で5ヶ月経過した時点ではなんと耳鳴りがですね楽になったというんですね。であと8ヶ月経過した時点では右手のしびれ感がその改善してですね、動かしやすくなってきて感覚がはっきりしてきたと。で10ヶ月経過した時点では血圧が上が150台、下が80台で安定し頭痛感もですねなくなったと。で13ヶ月経過した時点のコメントが症状が出なくなって体調がいいというふうなことを言われている方の改善例なんですね。はい、頭痛感ってあると嫌ですからね。気になりますからね。はい、ぜひ皆さんも参考になさってください。それではここで一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状体質に合わせた漢方を処方いたします。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶やこのコーナーでもご紹介しました受賞選や賢樹、先ほどご紹介ありましたね、漢方に関する書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば、県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入り口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入り口前です。立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横です。所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢店向かいとなっています。今回も一心堂薬局からプレゼントがあります。健康維持健康増進におすすめの高低茶、こちらを3名の方にプレゼントします。コーナーの感想を書き添えの上ご覧の宛先までご応募ください。ということで本日も一心堂薬局の荻秀幸さんにお越しいただきました。荻さん今日もありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。さあコマーシャルの後は県内の気になるお天気見ていきましょう。